はい、名古屋駅に来ております。今からある場所に行きます。金城ふ頭。はい、金城ふ頭なんだけど、まあ人が少ないことだ、プレオープンの時より全然賑やかになってるわ。というわけでレゴランドジャパンに2回目ですね、やってきました。いや、あのさ、ネットとかでめちゃめちゃ人が少ねえとか、潰れるだろわらわらとか言われてたけどさ、全然普通に人いっぱいいるし、めっちゃ賑やかなんだけど。はい、相変わらずミニランドはすごいですね。ここはここに関しては本当に楽しいし、いい場所だと思うわ。なんかしっかりやっぱりオープンしたからね、プレオープンの時と違っていろいろ物が動いてたりとか進化してますね。あのスカイツリーちょっと曲がって、まあ詳しくはあのレゴランド行った時のね、13万再生ぐらいされてるあのなんだプレオープンの動画見てください。いや、プレオープンの時は動いてなかったわ。これ新幹線すげえわ、鉄道かっこいいわ。これ大阪駅に向かってった。とりあえず暑い。まあ用事は済んだのでレゴランドジャパンは離れて名古屋駅に向かいます。はい、ビッグカメラでちょっとマイクとか見たいなと思います。まあ見たんですけど欲しいものはなかったですね。はい、というわけで帰ります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。